はい、ということで準備できました。今日はですね、ある工務店さんのモデルルームを見に行く休日です。というのも、今年私目標にも掲げているのが、引っ越しをちょっと考えておりまして。で、このお家もね、すごくこのコンクリート打ちっぱなしの感じとか、すごく大好きなんですけど、ちょっとどうしても冬になると寒かったり、ちょっとあんまり映してないんですけど、浴室とかもね、ちょっと変わった作りになってて、くつろぎづらいっていうところも正直あって、今年のねテーマが健やかっていうので、お家でゆっくりする時間も楽しみたいなって思ってるんですけど、にしてはくつろげるお家じゃないかなっていうのも最近思い始めていて、少し引っ越しを検討し始めたんですよ。そんな中でちょっとあるご縁があって、このねお家を買ってリノベーションして暮らすっていう方法もあるんだっていうことを知って、いろいろ SNS とかでね拝見しててもすごくおしゃれでめっちゃ素敵な暮らしって思って、ちょっとまずはね、今日はイメージを膨らますためにモデルルームに行って、で実際そのね家を買ってリノベーションするってどういう感じなんだろう、もちろんねお金の面とかもそうですし、まあ、いろんなお話をちょっとまずは聞いてみたいなっていうことで、今日はモデルルームに行って参ります。はい。まあ、ちょっと本当に引っ越しするのかどうかとか、買うのか買わないのかとかは、ちょっとこれからまだ全然考えようと思ってるんですけど、ちょっとまずはイメージを膨らませていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。ということで、行ってきまーす。到着しました。行ってきまーす。はい、ということでモデルルームにやってきました。こちらは、まあ、あるマンションなんですけど、見た目はねめっちゃ普通だと思うんですけど、この中がリノベーションされた物件になっているそうで、ちょっと行ってみたいと思います。こんにちは。いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいめっちゃ素敵な。では早速ご案内していただけるということで、はいはい、よろしくお願いします。お店とか、はい、ね、飲食店みたいな雰囲気で素敵。おー、ホテルみたい。おしゃれ。その通りで、コンセプトがホテル暮らしっていうのが、はい、コンセプトにしておりまして。へー、すごくど真ん中にお風呂と、そしてキッチン。いいですね、なんかこのちょっと島っぽい、そう、島っぽい感じで、ここにキッチンがドンと置いてある。へー、このキッチンも造作で作っておりまして、こういうのもじゃあ後から全部つけて、はい、っていうことですよね。素敵。実はこちらにベッドルームがあるので、確かにこれを閉めることができる。あ、そうなんですね。でもちょっとお家とは逆方向に。すごい。こっち閉めたらっていう。確かに。あ、全部閉めて。あ、そうです。こっちを個室に。へえ。これは料理するのが楽しくなりそう。でも先ほどおっしゃっていただいた通り、ホテル暮らしをコンセプトにしているので、リビングっていうよりかはラウンジのイメージを、はい、ああ、なるほど。おしゃれ。いいですね。これはプロジェクターですよね。あ、そうです。あ、そっか、こういう風にプロジェクターを置いて、はい、こちらに投影して映してゆっくり見れるっていうことですね。ベッドで寝転びながらも見れるの。確かに、はい、へえ。ちなみにこちらは置いていただいたら、あ、すごい、全部困りませんね、収納に。しかもこうやってこういうのは、なんかそういうオーダーによって、はい、いろいろこう組み合わせながら作っていく感じなんですか。そうですね。弊社に家具事業部がありまして、はい、こちらでもそのお家にあった家具っていうのも一緒にオーダーメイドで作っていきます。なかなかこんな一人暮らしのマンションで、この廊下というかね、こんな空間はないですよね。じゃあ、水回り、こっち側から回ってみますか。ライトも。こち
らが洗濯機を置いていただいて、でそのままこちらに収納していただけるように。わすごい、ここに収納があるんですね。たっぷり、そのまま乾いたものをそのまま干していただけるようにっていうのが、確かに、はい、一件の思いとしてあります。へえ、これだけあったら十分ですもんね、一人暮らしだったら。ちょっとこっちから逆なんですけど、手を洗ってそのまま袋をかけて、はい、帰ってきたら、はい、おお、動線も感じいいですね。洗面所も素敵、いや大きい、憧れ。あ、本当。そして浴室、賃貸とかもそうだと思うんですけど、ユニットバスって言いまして、もうメーカーさんがもう丸々一室のコーディネートされたものをそのまま売ってるっていうケースが多いと思うんですけど、はい、こちらはハーフユニットと言います。その上の部分ですね、うん、はもう自分で好きなデザインに変えれるっていう、へー、はい、そういう商品を使っておりますので、これ持ち合わせて、はい、大丈夫です。へー、確かにこのじゃ壁の部分とかが、あ、そうです、オリジナルっていうことですか、はい、へー素敵、確かに上の雰囲気とめっちゃ合ってますよね。最大のポイントが、はい、あの浴槽に入っていただきながらプロジェクターを見れるように、お、窓を、あ、この窓を、はい、いいなー、広いお風呂。今ね、お風呂時間がちょっとなかなかくつろげる空間ではないんですよね、実は。岩沢チャンネルを流してくださってます。嬉しい。映画見たりとかね、ドラマ見たりとかできるのはいいですね。めっちゃ素敵なお風呂タイムになりそうです、これは。はい、そしてまた反対側からぐるっと回って、ぐるっと回って玄関にやってくると。初めてこんな間取りのお部屋を見ました。え、なんか本当外側がね、普通の、はい、まあ、マンションだったので、はいはい、扉を開けたら見たことのない、はい、世界が広がってたみたいなギャップがありますね。はい、はい、では本日はいろいろとちょっとね、わからないことだらけなので、ぜひ教えていただけたらと思います、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ最初に、はいはい、光工務店さんのちょっとご紹介をしていただけたらと思います、はいはい、弊社はですね、まずはあの新築の注文住宅と、そこから戸建てのリノベーション、うんうん、とマンションのリノベーションっていうのを基本的に注文住宅を受けたまわらせていただいておりまして、まあ、こういう暮らしがしたいですっていうお話をお伺いして、それに合った計画からご提案させていただきながら、本当にもう一つずつコンセントの位置から、ここの照明はどうしたいかっていうのをあのヒアリングといいますか、一緒に打ち合わせしながら決めていくスタイルをとっております。それでこのオリジナリティあふれるおしゃれな空間っていうのができるんですよね。そう、ちょっとね、今回ご縁があってこういう機会いただいたんですけど、はい、ウェブサイトとかもおしゃれだし、SNS とかもおしゃれだし、めっちゃ世界観がね、素敵だなと思って、はい、私もちょっと今引っ越し検討してて、はい、で、普通の賃貸サイト見てても、はい、もうザあのお部屋みたいなのでよく見るお部屋みたいなの多くて、はいはい、そんな中でこういうやっぱり素敵なお家ってなかなか見つけられないので、うん、そういう意味でもちょっと気になってたっていうのは ありがとうございます。はい、今回のこのお部屋も、まあ、もともとは普通の、はい、なんか間取りのお部屋だったってことですよね。そうですね、完全にフルスケルトンにして、はい、全部、あ、そうです、これは全部取っ払ってしまいます。からもう一から組み立てるという。へえ、これがちなみに、はい、おいくらぐらいなんですか？そんなことまで聞いちゃって大丈夫ですか？総額はですね、3580万円。3580万円、はい、月々で単純計算いたしますと83,200円。83,200円、はい、なんですが、まあ、そこに管理費と修繕積立金っていうのがございますので、それを合わせると108,000円でございます。普通の家賃より場所的にもね、ちょっと安かったり、はい、トントンぐらいだったりするので、はい、そう考えたら賃貸でただただお金が流れていくよりはね、うん、お得かもしれない。へえ、めっちゃ興味出てきちゃった。はい、
私一個気になってることがありまして、はい、すごくこのねやっぱり素敵だなと思うんですけど、家を買う、まあ、持ち家っていうことになると、うん、なんかどちらかというとファミリー層向けのイメージだったりとか、女性が単身で家を買うってなると、これからライフプランがいろいろ変わっていくときにとか、ちょっとね引っ越しを考えたときにどういう風になるんだろうとか、それがちょっとしがらみみたいな感じになったりしないかなっていうのが不安なんですけど、うん、そのあたりって皆さんどんな感じなんですか？もうおっしゃる通り、そうですねすみません、社長、はい、代表の清水社長です。はい、よろしくお願いさせます。社長直々に、はい、その辺はちょっと私の方から詳しくお話しさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、ぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、今、まあ、お家を購入するパターンというか、そういうのがちょっとずつ変わりつつあるのかなと思ってるんですね。へ、土地もすごく値上がりしてきてますし、はい、物価高で建物もすごくこう値上がりをしてきてるんですね。そしたら今までお家を変えてた層がちょっと届かないとかいうようなことも出てきてるのと、やっぱり結婚する年齢がちょっと遅くなりつつあるとかっていうことが実際起きていて、今回見ていただいたお家も単身者向けのお家を、そうですよね、作ってるわけですね。で、やはり今からの時代は単身の間にお家がもう買えるように銀行ローンなんかもすごく通りやすくなっているので、買っていただく。で、例えばそこで好きなお家にしていただいて、だいたい家賃より、場所にも当然よりますけど、1万円から2万円ぐらいだとしたら毎月高くなっちゃうかもわからないんですね。ただそれぐらいで今日見ていただいたようなこのお家が手に入るとなると非常に喜んでいただけると思いますし、もし将来的にご結婚されるって言った時に、駅近であればすごいやっぱり売れる可能性が非常に高い。で、これから物価が上がっていくとなると、うん、売る時には買った時よりも高く売れる可能性もやっぱりあって、はい、そうなると今までの家賃は全部無料だったってことにもなるし、確かにお金入ったものを例えばファミリーになって戸建てを買うとか、うん、ちょっとマンションの大きいところを住もうって思う時にそれが資金になって、将来的な費用的なことも、お安くなるみたいな。なるほど。イメージですね。はいはいはい。だから今までっていうのは結婚してから家を買うっていうスタイルが、単身の間に家を買っておいて、結婚してからそれを売却して、新しいところに住み替えるみたいな、時代がちょっとずつ来てるのかなと。おー。なるほど。そう思うと確かに、はい、今毎月家賃がただただ、帰ってくることなく流れてるだけですけど、そうですそうですそうです、それが資産というかね、もう帰ってくるっていう考え方だとそっちの方がお得というか、そうですね。で、やはりこうやっておしゃれなお家になると住み方も変わると思うんですよ。今まで賃貸ならまあいいかみたいな感じで住んでいた、例えば小物であったりするのが100均とかでこう買ってたものが、ちょっと高いところで買おうかなとか、うん、そうですね、お化粧も変わる、女性の場合お化粧も変わるかもわからないし、服装も変わるかもしれない、やっとしたら性格まで明るくなるかもしれないみたいなイメージを、やっぱりこれからどん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 お家の方から配信していくっていうのも一つのライフスタイルなのかなと。そうですね、はい、思ってます。今私のおうち時間がもう何より優先順位が下がってたので、はい、こういう自分の好きに囲まれた場所で暮らせるっていうのはすごい大事だなって思いましたね。すごい重要だと思います。はい、はい、なのでなんかちょっと今日お話聞いてて思ったのは、どうしてもその賃貸っていうふうになると本当にお部屋の紹介っていう感じで、なんかこう人生をともこう一緒に考えていただいてるような感覚ではもちろんないじゃないですか、はい、なんかそこの捉え方が全然違うのかなって思いました、ね、はい、やっぱり住宅っていうのは生活の一部ですし、うん、まあ言ったら寝る時間も踏まえてですけど、1日の3分の1ぐらいはお家にいることが多いの で、うん、でその暮らしっていうものを、有意義に過ごしていただきたいなというふうに思いまして、はい、ありがとうございます。素敵なお話が伺えて、ちょっとどうしよう悩んできました。いや、こんな素敵な空間見ちゃうとね、もうすごいイメージが膨らむので、はい、いやちょっと、はい、検討してみたいと思いました。はい、はい、あの社長自ら。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで本日はご丁寧にありがとうございました。ちょっと
私いろいろ検討してみたいと思うので、また相談させてください。はい、ありがとうございました。ということで光工務店さんの YouTube チャンネルと、はい、あと Instagram もね、めっちゃ素敵なコンテンツがたくさん上がってますので、はい、フォローしてください。お願いします。ということで本日ありがとうございました。ありがとうございました。バッチリ動いてきました。気持ちよかった。帰ります。はい、ということで帰宅いたしました。いやー、かなり充実した一日になりました。本当にちょっとね、今日のモデルルームを見に行ったのは私にとってはすごく刺激的というか、なんか新たな、視点が一つ増えたっていう感じで、今まで賃貸のサイトばっかり見てたんですけど、ちょっと購入してリノベーションするみたいな、自分の理想の暮らしを自分で作っていくっていうのもいいなって思った体験でしたね。その後ね、雑貨屋さんとかも見たりするとめっちゃ高まってきて、ちょっとね、おうち時間を楽しむためにも
いろいろ検討してみたいと思います。ということで、もうねこれからご飯食べて、今日はもうお風呂もねシャワーも浴びたのでヨガで、はい、あと寝るだけという最高な夜なのでゆっくりしたいと思います。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。